はい、すいません、前回前々回とね、見なくていいよって言ってしまいましたのにもかかわらずすいませんね。本当に見てくださいまして、コメントいただきましてめちゃくちゃ感謝してます。その中で今回の動画に関しましては見てくださいと言いますね。その代わりじゃないけど、見なくていいですよって言ってたくせに Wii U の記録は超えてたんですよ。でも中途半端やから見なくていいって言ってたんですけど、今回ですよね、超えれないです。超えれないのに見てって言います。で、そしてリンクから過去の動画見てください。過去の動画俺うますぎるんですよね。あれどうしてもうますぎて、僕草花のそのままうまかった記憶だったんですけど、ここよりもここのがうまい。で、ここの動画見たいって言ってくださってた人、ピクさんという名前に今変わってるんですけど、ピクさん本当にごめん、期待に応えたかったんやけどさ、Wii U の方が早いわ。だから見る価値ないかもしれん。今度こそごめんなさい。ないって言っちゃった。あるよ。あるけど、超えれてないことを謝罪します。また後で喋ります。
前回は57秒、2分57秒でした。めちゃくちゃ早い、めちゃくちゃ早いっす、勝てねえっす。でもまあ僕の動画を見ればやり方はそこに公開されてるわけですから、それでいいやんって言うんですけど、操作できないですよね。年を取ったからなのか、 Wii のコントローラーの方が良かったのか、ジョイコンでリモコンできるのかもしれないですけど、プロコンではこれでした。プロコンの記録として、この比べるっていう動画として見てって逆に言わしてごめんなさい。もう一回言うけど、前の動画の時に、前の動画をユキさんが期待してくれてました。でそれは期待に応えれてなかったかもしれないです。でも Wii の記録は抜きました。で今回その時にもう一人、ピクさんに名前が変わった人が、ここの動画も早く待ってますって言ってくださったんですよね。1000円すごい早いですね、世界で。待ってますって言った後に焦ったっていうか、どれどれってやってみたら、いや早いな結構俺って思って、でなかなか抜けずに1週間経ってる間に、一昨日ぐらいに焦ってるんでしょうかってコメントいただきまして、ありがとうございます。そういう風にね、ずっと僕の動画を追っかけてくれてありがとうございます。リプレイ見ましょう。だからこれからも超えれん時もあります。だから何勝何敗みたいな感じになるかもしれないですね。自分の Wii U との比較で。まあ一応でも想定外だけを達成していきたいなと思ってます。僕の自分の過去の動画を見たんですけど、ちょっとやり方違うけど、ほとんど一緒で、その時は、想定外じゃなかったかもしれない。もしかしたら。ちゃんと見てないけど。想定外じゃなかったかもしれないです。想定外っていうのは、幅があった時なのかな？みんなユーザーの。ユーザーの記録の幅があった時なのかな？わかんないけど。ってことで、今回はこの動画で許してください。で、逆に見てください。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。年またぐことになりましたけどね。1日2本あげなあかんわとか言ってたけど、全然でしたね。すいません。でもずっとやってきます。失礼します。